クセス。コズミックイラ70。血のバレンタインの悲劇によって地球ザフト間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利が、当初の予想は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまま、すでに11ヶ月が過ぎようとしていた。中立国オーブの資源衛星ヘリオポリス、そこで地球軍新型機動兵器が秘密裏に開発されているとの情報を入手したザフト軍は、この行為に対し強硬策に出る。武力をもって5機の新型機動兵器のうち4機を強奪したのである。戦争とは無縁のヘリオポリスで生活を送っていたコーディネーターの少年キラ・ヤマトは、皮肉にもザフト軍の手を逃れた一機ストライクに乗り込むことになってしまうのだった。僕たちは戦いが嫌でここで暮らしているんだ。それなのにこれ以上戦争になんか巻き込まないでください。でもまた戦闘になるし、今を乗り切らないとあなたたちを無事に降ろしてあげることもできないの。卑怯だあなたたちは。この間にはモビルスーツはあれしかなくて、今扱えるのは僕だけだって言うんでしょ。キラ君、キラ君気をつけて、敵モビルスーツよ。なんとかしなくちゃいけないんでしょ。始めるだ。
動きを捉えられるかな。覚えとけ。俺もこれ。頑張らないと。どれほどのものか興味が。これが最後の一機か。こちらの手にならないとなれば沈んでもらおうか。こんな戦闘を続けていたらヘリオポリスがめちゃくちゃになってしまう。私が期待を損じてしまう。この場は一旦引き下がることにしよう。なんだって僕がこんな。物資の搬入前に深刻な水不足に陥っていたアークエンジェルはムーラフラガの提案によりデブリ帯からの物資補給を試みる。そこで彼らが目にしたものは血のバレンタインで廃墟と化したユニウスセブンであった。その際偶然にも真新しい救命ポッドを発見したキラはアークエンジェルへと保護するのだった。ありがとう、ご苦労様です。あら、あらあら、ザフトの船ではないのですね。君は？申し遅れました。
私はラクス・クライン、プラント最高評議会議長、シーゲル・クラインは父ですわ。これはまた、そんな方がなぜこんなところに。私、ユニウス・セブンの追悼慰霊のための事前調査に来ておりましたの。そうしましたら、地球軍の船と出会ってしまいまして、些細ないさかいからひどい揉め事になってしまい、私は周りの者たちにポットで脱出させられたのですわ。なんてこと。これからこの艦は第8艦隊先遣隊と合流します。ともかくあなたには月基地まで一緒に来ていただくしかなさそうね。悩みの種は尽きないわね。キラ、以後私がモビルスーツ、モビルアーマーの戦闘管制となります。よろしくね。いや、よろしくお願いします。早速だけどキラ、当艦はこれからレムリ隊を抜け先遣隊に合流します。ストライクは当艦に先駆けてザフトの偵察用モビルスーツを迎撃してください。今回の装備はエールストライカー。まずは操縦に慣れることが重要よ。